本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。ヒュガプライマリケアは、宅配訪問薬局、居宅介護サービスなどをしている会社です。急騰した理由は、12月20日にマザーズ市場に新規上場したからです。JDSC は、機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発と、ライセンス提供事業、IT システムの開発と運用事業、データサイエンスに関する顧問、コンサルティング事業をしている会社です。急騰した理由は、12月20日にマザーズ市場に新規上場したからです。フレアスは、マッサージサービス、訪問看護サービス、訪問介護サービスをしている会社です。急騰した理由は、11月の月次売上高が連結全体で 12% 増加したと発表したからです。和心は、アクセサリーやかんざしなどの販売、OEM 生産や、着物レンタルなどをしている会社です。12月16日ぶりのストップ高となりました。急騰した理由は、食肉事業に新規参入することを決定し、新事業のための資金調達及び事業拡大の施策として、ナッティスワンキーと資本、業務提携を締結すると発表したからです。SI ホールディングスは、高齢者住宅整備、高齢者向け生活支援サービス、経営支援サービスをしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、わかりませんでした。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。